あれ珍しいじゃん一人いつもの二人はあ部活の集まりかそういえば放送あったねなるほどそれであんたは一人寂しくぼっち飯ってわけかかわいそう <laughs> どうしてもっていうなら一緒に食べてあげようかえー、本当は寂しいんでしょ 素直じゃないなこんなことで意地張ってもしょうがないじゃんま仕方ないからかわいそうなあんたと一緒に食べてあげるよえああ友達ちょっと待ってて、うん、なあごめんみんなもう食べてるよねうん私今日までの課題忘れててさうんそうそれだから今日一緒に食べらんないかもうんごめんね オッケーはーいじゃねー <laughs> これでいいあたし超優しいな嘘までついてあげたんだから頼んでないもうホン素直じゃないよねんどういたしまして隣失礼しますと <laughs> それにしてもここめっちゃ暑い汗かいてきたあんた達たいつもこんなとこで食べてるのやばいなんああこれほら降りてったとこのパン屋さんあるじゃんそこのやつうんめっちゃ美味しいよあ食べてみるはいんどうしたほら食べないの でしょ私はこのパンが一番好きなんだけど他にもアイスが乗ってるやつとかホットケーキみたいなパンもあってねめっちゃおすすめだよあのお店ん一口でいいのんー別に遠慮しなくてもいいのになしまったあんたにあげる分だけちぎって渡せばよかったなこれ私がこのまま食べちゃったら 関節キスになっちゃうかななあ,あ、でもあたし今日これだけだしな仕方ないか食べるしかないかー <laughs> 関節キスしちゃうところしっかり見ててね行くよはぁ、あ…うん <laughs> うんやっ。 あれ美味しいなにどうしちゃったの友達なんだから食べ物のシェアくらい普通でしょあれもしかしてドキドキしちゃったのフッアハハハそういうところはほんとかわいいよねなあごめんごめんちょっとからかいすぎた。 終わった違う、あんたは食べるのが遅いだけえっうーんあと15分くらいあるかなねえせっかくだし今日は昼休み終わるまであんたと一緒にいようかないいでしょ別に話すことっていうか別にそんなのないけどさあそういえばあんたの友達のえー、っと名前なんだっけな ちょっと思い出せないんだけど昨日ユキと付き合ったらしいよな知ってるのなんか最近多いよねなんでだろうなあなるほどねみんな恋人と夏休みを楽しみたいのかあんたも思ったりするの誰でもいいから夏休みまでに彼女作ってデータとかいっぱいするぞみたいなさ 男子って最低だでもそんなこと言ってもさ最低でもこれはないとダメって感じの条件みたいなのはさすがにあるでしょえー、例えばどんな条件ふーんそれなりに喋れてそれなりに可愛くてあんたのことが大好きな女子ね 無理じゃないあ,あごめんごめん訂正するバカじゃないだって最初の二つはわかるけど最後のはさすがにキモいようんキモすぎああ嘘嘘半分は冗談だからでも本気で言ってるわけじゃないでしょさすがにねだってこんな条件もしかして あんたが付き合いたいのってあたしなのかなだってほら気楽に喋れて結構可愛くてあんたのことが大好きな女子ってあたしのことでしょ